久しぶりだね。こうやって3人で集まるの。そうだね。遅くなってごめん。気にすんなよ。会えるだけで嬉しいぜ。また夏が来たんだね。もう1年か。彩音さん。葵ちゃんですか？はい。はじめまして。僕は杉崎智也。よろしく。早いな。まだ5分前だぜ。俺は亮。二人ともよろしく。よろしく。よし。全員揃ったね。じゃあ始めようか。まずは確認から。今日僕たちが集まったのは幽霊を探すためだ。通称サマーゴースト。一昨年ぐらいからここで夏にだけ目撃されてる。花火すると出るって噂だぜ。花火？ああ、見たやつ全員やってたんだって。外見は女性で二十歳前後、髪は長くて黒い服を着てる。再現するなら多分こんな感じだ。上手。こんな綺麗な人がね。噂通りならこの幽霊は自殺した人の幽霊だ。どうしたの？あ、いや、冷静になったらちょっと幽霊怖いなって。今さら？まあ帰ってもいいぜ。俺は行くけど。ああ、ごめんごめん、私も行くよ。怖いって言ってもちょっとだけだもん。あ、じゃあほら、智也くんはどうして幽霊に会いたいの？私たちにメールくれたの智也くんだよね。秘密。なんで？冷たいな。杉崎。はい、オッケー。相変わらずお前はよくできるな。他の奴らも見習ってほしいよ。ありがとうございます。杉崎。はい。期待してるぞ。トモヤ、そんな顔してどうした？着いたぞ。広いね。昔飛行場だったんだ。採算が合わなくて閉鎖になったらしい。おい、早くやろうぜ。本当にいるのかな、サマーゴーストって。どうだろう。花火には魂を沈める意味があるって言うけど。届いてるといいけどな。来ねえな。結構やったけどね。じゃあこれで最後だ。葵ちゃん。トモヤ、俺実は幽霊信じてたんだ。いなかったのは残念だ。でも最近で一番楽しかった。二人に会えてよかったぜ。ありがとな。何これ、どういうこと？
見たよ。え？サマーゴーストさんですか？そうよ。一体何の用？私みたいな死んだ人間に。